こんにちは、山本義岡です。のっけから抜きのシーン、もう毎度同じのシーンなんですけどね、流してみました。本日はですね、義岡式の抜きはですね、誰でも簡単にできると、こういうことで、そのコツをちょっと教えたいということと、もう一つ、抜いたら何の利点があるかということをね、敷衍して説明、敷衍します。あと、最後にですね、1月19日に義岡は X、旧ツイッターですね。で、アカウント、電撃山田というユーザー名を作りまして、さらにですね、X プレミアムベーシックを購入しまして、コミュニティ、その名前は電撃ヤマメ軸と、これも作りました。まあ、ここで、まあ、ここの X 電撃ヤマメでですね、これから詳しい説明をしていきます。その件の宣伝を一つと、まあ、こういうことになります。最初に流した抜きのシーンね、あれは、竿はね、今まで説明している山本義岡の一押しの竿、春慶抜き校長 61M 長点 V なんですね。それで抜いてる人はね、昨年の5月30日に撮影したんですけどもね、渓流釣り7年目、電撃山水釣り入門3年目なんですね。それであれだけできるわけです。皆さんも簡単ですよ。でね、まあ、竿は抜き校長の方がいいんですね。抜き校長。まあ、校長の竿でも抜けないことはないんですけど、なぜかと言いますと、まあ、抜きに、専用になってますんでね。立てるだけで、こんなことしなくて、飛んできます。じゃあ、そのコツをね、一つ、やります。構えてますね。合わせる、立てる、これだけです。これだけです。これだけでもう、この竿だったら、24センチは、ニジマスもね、ヤマメも飛んでいきます。その代わりですね、あと何もしません。27センチくらいとちょっと上げないといけませんけどね。それで、03で24センチは切れません。これだけですからね。まあ、27センチも優しく抜けば、そんなにガーンってやらなければ切れませんね。まあ、27センチクラスのニジマス狙うんだったら04くらいでしょうか。そこでね、注意点があるわけですよ、いくつかね。一つはね、この拳の握り方。これをね、こっちに向けちゃう。まあ、こっから見たらこうですね。ね。こっちから行きますよ。こうやっていってですよ。これね。こうにしないとまっすぐ飛んでいきません。こっちだと左へ行って、それて受けれません。こうやって握ってると、右へそれていきませんので、こうですね。これを注意してもらうちょっと。で、竿尻を握るちょっとね、こうね。これが大事ですね。これね。これ。こうなると、こっちへ行っちゃう。左。こうなると、だから、こういうふうになりますね、これね。ね。ここが注意の第一点。それで、あとは、自分は立ててるつもりですけど、立ってないんですね。だから、合わせる、立てる。合わせる、立てる。こうね。結構、魚は抵抗して、水圧もかかるもんですから、魚の重さと水圧がかかるもんですから。自分では竿を立ててるつもりでも立ってないわけです。だからこれを練習するっていうことですね。いつ練習するかって言ったらね、朝光前の前日の夜に5分か10分、合わせる立てる。合わせる立てる。合わせる立てる。女性だったら
両手のまま立てればいいですね。男の人でもちょっと腕に腕力に自信がなければ両手で合わせる立てる。合わせる立てるね。これ5分から10分。力のある、怪力の人はね、これでいいですね。私もまあ27センチ太った、27センチから29センチ目だったら、片手でできます。100はちょっとね、両手じゃないと思いますけど、私の場合はね。まあ、これだけです。それで、注意点の2つ目ですね。糸の長さ、煽りませんので、力では抜きませんので、これだけですからね。誰でもできますよね。で、こっちから見ても直角で、こっちまでやらないで、これでいいですからね。で、注意点、第2点がですね、糸の長さです。仕掛けのね。もちろん、通し仕掛けにしてもらって、針は抜きに耐える針結び。まあ、吉岡の山本吉岡チャンネル動画で、仕掛け作りの動画がありますので、それ見ていただきたい。で、一番の問題点は仕掛けの長さ。竿の長さより短くします。竿尻より、そうですね。マイナス40センチ前後で、24センチクラスで腰あたり飛んできます。27センチで膝くらいでしょうかね。もしそれより低くなるようでしたら、もうちょっと短くしてもらえばいいですね。だいたい仕掛けは竿の長さよりマイナス40センチ。竿尻よりマイナス40センチくらいすればいいですね。で、0.35で24センチ。0.45で27センチ。0.55で30センチくらいになってます。切れませんからね。まあ、そういうことで。そうするとですね、じゃあ、抜き釣りして何が利点があるんだいって、まあ、こういう話になるわけですけどもね。一つはですね、釣りが楽しになりますね。楽しくなります。まあ、爽快なんですね。パーンってやって受けるとね、タモをね、タモで受けるとバシャーンって、まあ、だいたい27センチだったら、速い人だったら4秒。まあ、通常やっても6秒くらいで、4秒から6秒で、かけたと同時にかけた、狙いを定めて抜かなくて、ピャーンってやったらシャーンってきますからね。爽快なんですよね。それで、まあ、見栄張りですけどね。他の釣り人から見てですね、かっこいいでしょっていう感じなんですよね。どうですか。まあ、抜き もね、受けれなくて失敗したらちょっとみっともないですけど、それもいいじゃないですか。そんな名人じゃないんですからね。まあ、かっこよく見えるってことね。あと、実利的な面ではですね、縁で何匹もヤマビとかいるときにですね、数多く釣れるっていうことですね。なぜかって言ってますとですね、場を荒らさないってことなんですけど、まあ、かけてですよ。タギシマネってすくってたら、どうしたって魚に警戒される可能性あるわけですよ。岸に近くにいた魚は逃げてね、あと下流まで持ってって、こんなことやってまた戻ってくるんでね。そんなことよりはバシーンと抜いて、もう続けて抜けばね、数釣りができます。まあ、私の動画を見てる人はわかると思うんですけどね。まあ、これが実質的な一点ですよね。皆さん、もう奥多摩の本流支流、ね、解禁日、多分今シーズンは3月3日の日曜日の正午だと思うんですよ。もう40日程度になってきました。まあ、年券はね、今年は上がって8000円なんでしょうかね。昨年、はがきま来ましてね、8000円なとかって書いてありました。餌代も高騰してとかって言ってね。私はもう組合員なんですけどもね。それでまあ、年券も早めに買いましょう。JR 奥多摩駅のがちょっと出た右側にみすず堂っていうお店がありますから、そこで年金買いましょう。ということでね、もう一度行いますね。竿を立てるだけ飛んできます。で、仕掛けの長さは竿よりマイナス40
程度、針は抜きに耐える針結び。この握り方をね、気をつけてもらってね、左右と全然遠くへ飛ばないようにしていただければね、解禁日から抜き釣りしましょうよ。で、もう、全国抜き釣りの釣り人だらけにしたいと思っているのが山本吉岡の夢なんですね。ということでね、今日の本論は、まあ、抜き釣りしましょうよ。抜き釣りのコツ、抜き釣りの利点を簡単に説明させていただきました。で、あと残りはですね、まあ、X、旧 Twitter ですね。1月19日にアカウントを作りまして、ユーザー名は電撃ヤマメ、ということで、それでちょっといろいろ勉強しましてですね、X プレミアムベーシックという有料制の、まあね、年間がその時の、変レートで、3916円なんですよね。まあ、有料のに加入しましてね。これ加入しないとコミュニティを作れないんだそうです。まあ、コミュニティって何かって言ったら、まあ、そこにね、文章と映像と画像も入れるんですが、いろんな、そこで勉強できるんですね。動画、画像、文章、長い文章も、ね、で、そこに掲示板みたくリプライすることができますからね。会員は入会自由で無料です。で、誰もが見れるんですけどね、会員以外でも。ただ、投稿したり、画像を投稿したりするにはですね、会員にならないというか、入会会自由です。無料なんですね。で、ここでね、このX のコミュニティ、電撃ヤマメ塾っていうところでね、山本吉岡がね、皆さんと、私が解説したり、皆さんが質疑を通したり、皆さんがこういうのどうですかとか、議論してね、電撃ヤマメ釣りの理論を勉強して、実践ですね。こういうことをここでね、しようと思ってます。それで、将来的にはですね、解説動画は YouTube には出さなくてね、X でやっていきます。で、ツアーもね、告知はYouTube でしますけどもね、参加者募集とかね、参加者に対する詳しい内容はですね、ここの X でやっていこうと思っています。したがって皆さんね、X 無料ですので、旧 Twitter ね、アカウントを早めに作っていただいてね、それで、ログインしないと、私の X の電撃ヤマメ閲覧できませんのでね、早めに、アカウント作ってください。特にね、佐藤さん。あと、ワイモトさん、モネチカさん。ワイモトさんって去年ツアー2回来ていただいた、若い人ね。あと、クオンさん。他に、誰かいますかね。ジョニー・デップさん。名前、でもなかなか思い出せないもんで、ジョニー・デップさんって言ってるんですけど。この方ね、まあ、私が知ってる人でね、昨年のツアー2回以上来られたんですね。あとね、電撃、奥多摩尺抜き道の皆さんね、ログインしていただいて、ね、いろいろ議論したいとは思うんです。まあ、その他にもまだいろんな方がいるんですけど、ちなみに今、X の電撃ヤマメのフォロワーは、フォローしていただいた方6人です。ね。若林さんの奥さんに
お世話になってね、6人になりました。それで、コミュニティ電撃ヤマメ塾はね、今、私を入れて入会者が3人です。ということで、皆さん、X にログインして、電撃ヤマメで検索していただいてね、私と一緒に議論して、K-Lewis3 を盛り上げましょうよ。はい。最後までご視聴ありがとうございます。